皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。俳優でタレントの渡辺徹さんが、敗血症のため11月28日午後9時1分に死去されました。ご年齢は61歳でした。俳優としても活躍し、奥様の榊原さんとも仲が良いというイメージのある渡辺さんですが、過去には女性問題でトラブルになったこともありました。そこで今回は、渡辺さんの過去の経歴や以前告発された女性問題についてご紹介いたします。それではどうぞご覧ください。渡辺徹さんは茨城県出身。所属した文学座によると、11月20日に発熱、腹痛などの症状が出たため、都内の病院で検査を受け、その後敗血症と診断され治療を受けていましたが、回復しなかったそうです。歌手の榊原郁恵さんとおしどり夫婦として知られていた渡辺徹さん、ドラマ「太陽にほえろ」に新人刑事ラガー役で出演し、アイドル的人気者となりました。ただ30歳の頃から糖尿病を患い、近年も病気で舞台降板するなどしていました。最近も仕事をしており、10月に東京、大阪で上演された舞台今度は愛妻家に出演。会見ではタイトルにちなみ、榊原さんへの感謝の思いを語っていました。以前よりほっそりした印象を報道陣に指摘されると、役者バカですから、これまでも役によって太ったりしてましたと笑わせていました。1981年に文学座研究生となり、同年に20歳で太陽に吠えろでデビュー。演じた新人刑事の竹本淳二はラグビー部出身のため愛称はラガー。二枚目のルックスも相まって一躍人気を集め、劇中で殉職する85年まで4年間出演しました。歌手としても活動し、82年の約束は、グリコ、アーモンドチョコレートの CM ソングとしてヒット。明るいキャラクターからバラエティ番組の司会者としても活躍しました。私生活では1987年に2歳年上の榊原さんと結婚。1984年のドラマ「風の中のあいつ」での共演を機に交際に発展したそうです。このスター同士の結婚は大きな話題となり、推定3億円とされる結婚披露宴は日本テレビで生中継され 40.1% の高視聴率を記録しました。結婚後はテレビ共演も多く、芸能界を代表するおしどり夫婦として知られていきました。長男の渡辺裕太さんも俳優として活躍しており、家族でテレビに出演する姿もありました。一画報で、渡辺徹さんは若い頃から健康面に不安がありました。刑事役でのデビュー時は走り込んでいたためスリム体型でしたが、本来はぽっちゃり、マヨネーズが大好きなマヨラーで、1日6000キロカロリーを摂取するのも当たり前の体食感でした。こうした影響からか、30歳で急性糖尿病を発症。急激なダイエットやリバウンドを何度も繰り返していきました。2012年に虚血性心疾患と診断され、6時間にも及ぶ手術を受けたようで、当時は榊原さんが健康面を考えて料理を作っていましたが、隠れて暴飲暴食を続けていたことが発覚。その時に生活を改めることを誓ったそうです。渡辺さんはいろいろな病気を抱えていたことは有名で、2013年には膵炎で入院し、2021年4月にも大動脈弁狭窄症の手術を受けました。また糖尿病を起因とする慢性腎不全のため週3回の人工透析を受けており、ブログの最後の更新は2022年11月19日でした。歌手としても活躍し、82年にリリースした約束はグリコ、アーモンドチョコレートの CM に使用され大ヒット。おしどり夫婦として有名な渡辺さんですが、実は1993年に渡辺さんと不倫関係にあったという女性が女性セブンに告発をしました。報道の翌日に会見を開いた渡辺さんですが、支離滅裂な言い訳に終始口にし、世間からは冷ややかな視線を浴びました。2015年6月配信のニュースサイト日刊現代デジタルによると、渡辺さんを見かねた渡辺さんのお母さんが榊原さんに、息子を見捨てないでほしいと涙ながらに頼み込み、榊原さんは離婚を踏みとどまったと報じています。いわば
夫妻の仲を取り持ったのが渡辺さんの母だったようです。ところが2004年、渡辺さんは仕事で訪れた大阪のホテルで女性と密会し、再び騒動に。2015年5月に配信された一部ニュースサイトによると、その後渡辺さんは何度目かの浮気が発覚した際に、体重やら何やら管理されてストレスが溜まったと榊原さんに逆ギレしたそうです。これに榊原さんは、勝手に一人で死になさいと愛想をずかし、この時期の渡辺さんは連日のように東京銀座の高級クラブで豪遊して荒れた様子が目撃されていたようです。ですが、渡辺さんの母を大切にしていた榊原さんは、渡辺さんと離婚はせずに長年リウマチに苦しむ義母の面倒を見ていたそうです。女性関係や健康面で榊原に苦労をかけてきた渡辺さんですが、2012年4月、持病の糖尿病と過労により出演予定だった舞台を降板。2ヶ月後の退院報告会見では、虚血性心疾患で心筋梗塞の状態だったとして、6時間にも及ぶ手術を受けたと告白しています。渡辺さんは、2012年11月の医学新聞、メディカルトリビューンのインタビューで、この命は、あの妻だから助かったのかなっていう気が、本当にする。と榊原さんへの感謝を口にしていました。2015年5月、渡辺さんの母は死去。すると同月、夫妻は同氏に離婚の危機を報じられました。記事によると、夫婦のかすがいだった母の死により、榊原さんは知人に、これを機に夫との関係も結論を出さなきゃねと話していたそうです。一部ニュースサイトは渡辺さんのナンパ疑惑を報じていました。記事によると、2013年に渡辺さんが仕事中に出会った20代の女性ディレクターに言い寄ったそうです。その女性は恋人と破局したばかりであることを渡辺さんに漏らしたところ、渡辺さんが、僕がその代わりになろうかと食事に誘いナンパしたそうです。またその女性は榊原さんと付き合いの深いテレビ関係者の名であったようで、複雑な関係になってしまったようです。そんな渡辺さんですが、芸能界きってのおしどり夫婦として知られてる渡辺さんは、以前のインタビューで、いろんなことを話せる同志、好きとか嫌いじゃなくていないと困る存在になっている、タンスの整理を含めてとボケながら妻を評した。ただ食べ物を原因とする喧嘩をよくするそうで、榊原さんはいつも離婚の危機はあるんですけど、私たちの中で別れるっていうワードがないので、思い切って喧嘩はしてますねと告白。その時の渡辺さんも、昨日も食べ物のことで喧嘩して、この辺は続くんだろうなぁと覚悟していますとうなだれていたそうです。今回の報道は芸能界だけでなく世間でも驚きの声が多数上がっております。仲が良い夫婦ということもあるので、家族の心境もとても心配ですね。ご冥福をお祈り申し上げます。いかがでしたでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどのように思われましたか。コメント欄にて教えてください。この動画が気になっていただけた方は励みになりますので、チャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは今日はここまで。また見てくださいね。